ーもう動きたくないまあちょっと今日終わるか放送なうんなこう熊の家があったんでこれ昔近くにねここで焼肉行ってたよく有名な焼肉屋公園っていうとこね美味しかったやめすごいよもうびっしょびっしょいやでもね今日奈々ちゃん配信するからやりづらいねみんなやるじゃん閲覧かそりそうだからさ怖くてできねえよ今日隙間産業だからよ今日やるかなかそって、まあ、確かにでもやっぱ閲覧低くてアイテムも投げられないって一番しんどいからねいや他もやるでしょ配信だからそこがちょっと心配ですわあ10個ありがとうあ王さん王さんあ聞いたー王さんナイスいやー王さんナイスいや雨に打たれた甲斐があったずっと王さんを待ってたんだよ俺王さんをずーっと王さんまでだ王さんいつかなあいつかなっていつ投げてくれるんだろうなっつって20倍切ったこれおい持ってるぜありがとうございますあいあいウルトラトンチキ君が君が君が今日のアルバム最強大発今夜は君がトップ1君がいなきゃやってけない君しかやってけないっつとランキングが16位あと8位に入れるお願いしますあーナイス10個占領箱ナイスありがとうございます20倍率めっちゃ出るなあー王さんありがとうありがとうございますご発ナイスモナリザうわ久しぶりめちゃめちゃまだやってるんだ配信あ誰俺普通に昔からのリスナーあの女の子との昔からのことしてたやつ嬉しいすげえ名前忘れちゃった何でしたっけあのパルパルあパルそうだそうだ、彼女ができましたあの日から見せた俺うわすげえすごいモナリザナイスにわかできたあのね、うん、今家なくて、うん、ちょっとだけ段取りたくてダメかな家あ全然いいよあ本当、うん、ありがとう配信していいよそこであ本当にありがとうございますずっとここやってたから嬉しい25号台座りやすごめんなさいね全然いいよ3時ぐらいになるけどそのタイミングでいいあうん全然いいちょっと段だけ取らしてすごいデブをまあなんか俺の家っていうか俺がね、あのやってるホストクラブの寮で従業員差し入れして芸人が来たんだけどえじゃあ従業員さんとも会うのあもう従業員さんとも会うから全然いけるいける本当にうんみんないいやつだから邪魔にならないかないや全然いいよすいません学年行くあいいんですかいやいや言えないやのパルパル連れてきたからちょっと分かんないと思うけどあ、いいよ入ってお邪魔します、すいませんホームレスやってるはいたまたま入れてもらっていいですかはいお邪魔しますあ、玄関そこでドア閉めてもらってあ、はい、申し訳ないですパルパル配信するっしょ配信してもいいですかいいよ、これ、どうしたっけ、ここ座ってやる申し訳ないです
あ、こんにちは。いいですか、映してもいいんですか、二人は。大丈夫ですよ。あ、じゃあちょっとホストやってるんですか。あ、そうです。荷物を置かさせていただきます。うわ、え、社長さん、オーナーさん。あ、ディレクターです。ディレクターさんで、で、従業員の方。すごい、もう。いやいや、広いですね、でも、寮でも。いや、まあ、そう、一人で住んでて。あ、二人じゃないですね。そう、彼が一人で住んでて、ちょくちょく俺らが来てみたいな感じ。ちなみに、ホストの名前とか、無理ならいいんですけど。あ、全然、マジェスティセカンドって呼んでて、ね、はい、働いてます。どこだろう、そこ。歌舞伎町で。歌舞伎町の中で。ファンタ来た、すいません、投げてもらった投げさん12,000円、ありがとうございます。あ、いいですね、ホストの方疲れてると思うんで。いいです、ありがとうございます。そんな部屋汚って今掃除してて、はい、パラパラに最高のカップラーメン買わせる。あ、今と思ってお湯沸かしたんですよ。すでにいいね、はい、すごい。じゃあ自己紹介させてね。マジスティ、マジ、あ、聞いたことある。あれね、アスカノとかっていうドラマとか撮影で使われてるよね、はい、あ、すごいですね、じゃあめちゃくちゃ有名店です。あ、そう、桑田社長。あ、そうです、そうです。桑田社長系列の、の系列の。あ、そうです、そうです。あ、社長が桑田社長なんですか。社長が。あ、すごいわ、それ。いただいてます。大丈夫ですか、俺みたいなやつ。はい、有名なとこだ。じゃあ自己紹介みたいなのもいい。あ、アスカ知らない。はい、じゃあ、アスカさん。はじめまして、マジェスティセカンドのアスカって言います。ちょっと今日、すっぴんだから恥ずかしいです。あ、そうなのか。よろしくお願いします。え、何歳ですか？今年26歳になります。はぁ、28なんで。あら、年近い。近いんで、めちゃくちゃ嬉しいっす。え、待って、今なんか知り合いっぽいのいたな、一瞬。本当ですか？わらわら言ってる人いたな。え、すごい、いっぱい声かけられる。嬉しい。やった。あ、いや、すごいね。イケメンだね、めちゃくちゃ。あ、でも。じゃあちょっとディレクターの方にすいません、なんか、あ、いいですか、別にどっちでも。あー、かっこいいな。一応撮っときますね。あ、ディレクターのめちゃくちゃディレクターの七瀬です。どうも、かっこいい、めちゃくちゃ。あの、本当に台本でも何でもなく、あそこで段取ってたらガチで下で会いました。で、いい、いいですかって言ったら止めてくれて、全員初めまして、俺です。今回初絡みなんで、絡みも何もなくて。あ、そうなんですか、知り合いなかった。ほんと道端にいるったデブを拾ってくれたって感じで。ラス、わー、嬉しいわ。ギンターみたいってきた俺。ホストをじゃあやってるってことですか。もともとプレイヤーやってたよ、2年前まで。でもディレクター、今ディレクターで。そんなんあるんですね、ディレクターとか。そうなんですよ。そう、でもうちの従業員でいい人いたら指名してあげてください、お願いします。いや、本当ありがたいですね。アスカ君とディレクターさんはダメですか。あ、僕七瀬って言います。七瀬さん、おっす、お願いします。あ、ファンタスティック、12,000円、ありがとうございます。すげえ、僕がいつもコールしてることちょっと言っていいですか、すいません、はい、ホストの前で恥ずかしいんですけど、君が君が君が今日のアラブ石王大発、今夜は君がトップ1、君が見なきゃやってけない、キキキンキンキンキキンキン、イエーイ、イエーイ、よし、すいません、ホスト、全然プライベートなんで全然ゆっくりしてください。ありがとうございます。で、高身長のホストの方にもいいですか。あ、僕ですか。ここ僕の家です。めっちゃタイプ。ありがとうございます。すいません。え、お名前聞いてもいいですか。ヤマトです。昨日からお風呂入ってなくて、ごめんなさい。あ、全然全然臭くないです。あ、本当ですか。え、昨日ホスト行ってました。あ、出勤を追って。お疲れ様です。本当にびっくりしたんですけど、なんとも思わない。うん、ありがとう。いいんですか、本当、いきなり入っちゃったら。あ、もう全然歯磨きしないんで、ちょっと。あ、いや、全然、そんなん僕、女じゃないんで。いや、でも申し訳ない、本当に、うん、いや、めっちゃかっこいい。頑張ってるんですよ、身長。で、ほくろもね、いいチャーミングポイント、ね、ありがとうございます。北斗さんでしたっけ。あ、ヤマトです。ヤマトだ、ヤマトさん。さっき起きた。お疲れ様です、すいません、なんか今日も出勤ですか。あ、今日これから予定あるんで、ちょっと部屋と片付けて。あ、了解です。3時までは行っていいって言われたんで、ありがとうございます。すいません、ちょっと困る場所ないんですよ。手食べるよ、これ。これ手、これ手、ちょっと水漏らしい。マジ狭くて、マジ全然すい、いやいや、全然もう一人で暮らしてて。いや、そうなんですよ。一人ってことは、結構いいランクにいるってことですよね。いや、全然そうでもない。
あ、そう、はい、なんかホストはなんかみんなで住んでるイメージがあったんで、なんか基本そうですね、うん、そうですね、すごいわ、ラッキーなわけ。いやこれで、ね、もしかしたらね、気になって来てくれるかもしれない。そう、一応1700人見てるんで、すげー見てる。そう、だからもしかしたらワンチャンあるかもしれないです。はい、熱っ、1700人結構見てます。でかっ、歌舞伎町結構いる人も多いんで、俺のバッグ、そんなのやつやばいっすね。でも本当にイケメンだな、ディレクターすごい。絶対プレイヤーに戻った。みんな見てるんですよね。ちょっとやばい、臭いとあれだから配信、あ、いやいや、匂わないんで大丈夫です。すいません。いやすごい、めっちゃあったかい。しかもちょっと座ってもいいですか。ぜひぜひ。申し訳ないです。ここ全然もうこれまたいでいいっすよ。全然どこ座ろうかな。ここ座ってもいいんです。全然座っちゃってください。あの、いいんですか。布団っぽいんですけど。布団でなんで大丈夫です。はい、あ、逆に、はい、すいません、お邪魔します。このビトンのカバンも持って帰っていいんで、これ。え、いいんですか。危ない危ない。おでんもちょっとください。これ食べますか、おでん。あ、で、全然大丈夫。もうお気遣いなく、これ皆さんで食ってください。僕あの割と小食、胸がいっぱいで今暖かい部屋にいるだけで嬉しいんで。あ、カップラーメン食ってくださいよ。あ、いいですか。じゃあ、いや、ホストの人って基本優しいからね。うん、どれがいいですか。いや、これもう沼るわ、女が。じゃあちょっとあのいいんです、なんでも。知らないからね。じゃあもうシーフードで一番いい。ごめんなさい、申し訳ないです。本当はね、近くに山岡とかあったらね。いや、あ、いいね。いや、今度店行きますよ。あの、お客さん連れて。あの、ホスト好きなね、女の子いるんですよ。あ、いるんですか。ゆまるちゃんっていう、ゆまるちゃんっていう、あの、すごい、ホスト好きな子がいて。いや、もう本当ですよ。え、昔めちゃめちゃツイッターでバズそうです。ツイッターでね、今オワコンになっちゃったけど、そうなんすよ。連れて行きます。もうちょっと早かったら、アンズちゃんって1億円持ってた人連れてこれてたのにな。クソバズってて、はい、でもヘズマがちょっと浮いちゃったんよ。ガチだった。そう、ガチガチガチ。え、いや、でもヘズマさんがバズる前にバズった感じなんで。あ、そうか、そうそうそう、3年ぐらい前かな。そうそうそう、すごいっすね。まあデブで最初にバズったかもしれないです。大デブで。俺おもろかったもんな。すごいっすね。すごいよ、これもうめちゃくちゃ。なんだっけ、マジスティック、あ、マジェスティセカンドですね。マジスティセカンドです。クワナさんがやってるとこ。桑田さんこれカメラ繋がったらタバコ吸っても大丈夫ですか。あ、もちろん、あの、カメラ、あの、お酒もタバコも OK なんですよ。いいですか。全然 TikTok じゃないんで。ふわっちですか。ふわっちです。ふわっちです。ふわっち意外と緩いんですね。めっちゃ緩いですよ。殴っても大丈夫。殴った。ナイス。皆さん殴んでありますよ。俺はやらないでしょ、配信。優しいよ、ちょっと。でも俺入っちゃって、なんか予定あったんじゃないです、この話し合いの場で。いや、ここで僕だけ競馬の予想しないと。あ、そうですね。そういうことぐらいに出て、はい、羽田空港まで行きます。え、どこ行くんです。北海道から従業員が来るんで、それを迎えに。それは出稼ぎ行ってる人ってことですか。あ、いや、うちになんか入店するみたいな感じですね。あ、北海道から。そうなんですよ。じゃあもう田舎なのかな、北海道は。すすきのから来るんで。あ、じゃあやり手。まあそうですね。うわ、マジか。そう、アスカくんとヤマトくんね、覚えてね。はい。奈良瀬さんはディレクターだからいないんですよ、多分。お店には来てるんですけど、まあ、メインは人材の方とか。じゃあ奈良瀬さんの方が役職上ってことなんですね。奈良瀬さんめちゃ上です。あ、そうなの。すごい、めちゃくちゃ上です。あと、奈良瀬さん聞いてもいいですか。全然、はい。そのプレイヤーだった時代って、はい、まあ自分で言うのもなんで、売れっ子だったんです、はい。いや、全然1000万何回か打ったぐらい。うわ、すごいじゃないですか。月ってことですか。月で、はい。すごくない、1000万。え、でもなんでディレクターになっちゃったんです。まだプレイヤーとしてやっていけそうな。あ、僕も結構年なんで5センチぐらい持ってるから。
本当ですか、見えないですけどね。28なんで。あ、28でも年なんですか。結構ホストの中では、いや、いけるっちゃいけるんですけど、自分で持ち出したくて。あ、そしたらプレイヤーあんまりずっとやってたらできないんですよね。そんなもんなんですか、ルールで。同い年、全然同い年じゃないよ。あ、じゃあ、あれ誰、ホストの中で一番有名なのがプリンセス荒野さんとか。あ、そうですね、めちゃめちゃ有名で、めちゃめちゃ売れっ子っすね。あの子がすごいんですよね、今、歌舞伎町で。プリンス荒野ね、そう、TikTok でね。え、でもプリンス荒野さんより売り上げ持ってる人もいるってことですか。います、全然います。公表してないだけで全然めちゃめちゃいますね、はい、あ、すごい。やもうちょっと緊張するよ。マジっすか、ちょっと蜂蜜っぽい感じの。蜂蜜っぽい甘い香り、パスタの感じで。これこうブランドものがある、これ、はい、ビトン。なんで軍手あんの、なんかこれ もらったやつかな。あ、どうせ盗んでました。そう、軍手で行くんだ。軍手で盗んでる、どうせ軍手切れるよ。寮らしいホストのスーツとか、すごいこれ。シャワー入ってきました。あ、もちろんです、全然。昨日から風呂入ってなくて。気づかなくていいです、自分の家なのに。全然でも入ってくださいもん。これ裸になると大丈夫ですか。あ、裸はちょっと、あ、俺の顔で大丈夫なんで。あ、はい、すいません。よかったよかった、びっくりしたびっくりした。アスカくんかっこいい。燃えたらちゃんと作ってあげろよ。キャシャだね、アスカくんは。体が遅いっすよね、もうちょっと大きくなりたいんですね。喧嘩したら負けそうな。すぐ負けです、うん、多分ノックダウン3倍ぐらいあるじゃん。それぐらい、40、50ぐらいかな。あれ、これどうなんす。あ、いや、全然もう今胸いっぱいで。胸いっぱい、あ、じゃあお腹空いてる。はい、じゃあ大丈夫だ。あ、胸いっぱいで、まあ後で食べます、すいません。うん、めっちゃかっこいい。やばい、ね、あ、でも僕長居するつもりないんで、すぐ出ていくんで、すいません、申し訳ないっす。機会があったら行きます、お店。めっちゃ面白いですね。何さんでしたっけ。あ、あのパルパルです。はい、パルパル、はい、パルパルです。パルパルさん、シソの匂いですよ、この香水。バズったやつ、ウラパルなんですけど。パルパルさん、そうです。ちなみに、はい、僕が働こうと思え働けるもんなんですか。何ですか、やっぱ。ええ。聞きます、ディレクターが。当たり前じゃないですか。いやー、よかった、それなら。いいですか、本当に。働こうかな、じゃあ。え、すぐ働けるもんなんです。すぐ働けますよ。もう面接しちゃって、退入しちゃって。ええ。行っちゃう。苦笑いしてたけどね、ディレクター。絶対無理でしょう。でも、あの、誘われたことあります、ホストで。本当ですか。あの、なんか、変な落書きしてる男性の方、ホスト、なんかでかい看板載せてた。あ、スコットさん来たんだ。その人に誘われまして、一回、来てって。でもヘズマとかも一日ホストとかやってます。やってましたね。売り上げどれぐらいだったかはちょっと分かんないですけど、あれ1000万いきましたね。あ、すごいですね。やっぱ一回ゲスト出勤してみてくださいよ。ちょっと1000万は無理ですけど、やってみようかな。気が向いたら全然。すごいね、ホストは。ゲストで来てくれても、その日にもお金払えるんで。あ、その場で、現金払いいいっすね、じゃあ。ただ、ちょっと半分ぐらいはいただく形になって。ああ、もちろん。みんな優しい。だって、ホームレスだよ。ホームレス入れないか、家に。ホームレスなんすか、ガチなやつですか。いや、もうガチでホームレスです。家ないんですよ。だから、カバンがこうあって。そうだ。え、どうしてんすか、普段。普段ですか。はい。普段はもう、まあ、ホテル生活。あ、ホテルにも泊まれるんですね。一応ホテル稼がせてもらってて。うわ、でも、席もない。すいません。すげえ。大変ですね、ずっとライブしてる。いや、まあ、ずっと、
でもホストと変わんないですけどね。あ、もうずっと仕事してるんだ。そのリスナーさんにアイテム投げてもらってるんで。あ、なるほど。どれだけ疲れて投げてもらえるかなんで。なるほどね。だから目線は一緒だと思います。なるほど。出身はどこなんですか。僕はね、あの出身は生まれですか。生まれは石川県です。生まれ石川なんだ。育ちは兵庫県なんですけど。へえー、はい。だんだんバズった時に東京に来てたみたいな感じなんですか。あ、実は僕あの児童養護施設でなんですよ。で、やべえ、どっこんじゃった。いや、いいんです、いいんです。で、出てきて仕事してたんですけど、中途半端に終わっちゃって、で、親父のとこで働いてたんですけど、クビになっちゃって、で、別の仕事紹介してもらって、でも配信で食っていけるっていう道もあって、あー、なるほど。で、配信を選びました。よかったら味付けの、いいんですか、すいません、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。なんだあれ、ワンタ来た、ありがとうございます。ほんとすいません、また来た、これファンタ来た。おー、すいま、あー、エルちゃんだ、女の子、ありがとうございます。 すいません。君が君が君が、あ、今日のアラウセ兄弟やつ、あ、今夜が君がトップワン、君がいなきゃやっていけない、キキキュン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 、ウルトラドンチキ、ウェビードンチキ、あ、いいです、プライベートやってください、もうすいません。ノリもこれいただきました。うん、ノリが好きで、ありがとうございます。ノリ普通に食ってる、ポリポリ、うん、うん、もう食べてる。いや、こういう出会いもいいね、リスナーさん、めちゃくちゃ。優しいよ、めちゃくちゃ。なんでこんな優しいの。うわー、ほんと胸がいっぱいになっちゃうよ。ホストのイメージ変わった。いや、これね、女がぬもるよ。ほんとに、ほんとにぬまると思う、こんな優しすぎると。これ麦茶いただいていいですか。はい、あ、いただきます。マジで、あ、パレパレでも飲み物、あ、いいです、僕あの、あ、胸いっぱいなんで、胸いっぱいです、大丈夫、飲んでください。ありがとう。何から来よう、パウパウ、あ、もうこ、あのコップについだれよ、まあ、麦茶いっぱい、あ、そうですね、きついから。あ、今日競馬なんかありましたっけ。今日、京都大商店っていう、あ、でかいやつあるんですね。まあまあでかめなやつが、あの、今日あれなんで、あの、何でしたっけ、こういうの、祝日、あ、祝日、へ、えー、この間結構買ったんで、ちょっといくら買ったんす。21万買っちゃいました。何点、その、なんぼで。これ800円で買ったんですよ。800円で当てたってことですか。21万買います。じゃあ21万かけれますね。21万かけます。何なら持ってきます。火薬さん当ててるじゃん、すごくないですな、さん800円で21万って、3連単当てたってことなんかな。3連単当てました。あ、パルパルさん、あ、すいません、口つけてもいいですか。あ、もうちょっと使ってください。申し訳ないです。腐ってないです、大丈夫です。あ、大丈夫です。いただきます、これ今、ナナスに買ってもらった。すいません、うん、あ、美味しい、他人のそんなに麦茶を作ってほしいね。麦茶うまい。おいしい。なんかツイッターとかやってないんですか。Twitter、 SNS とかやってない人が、僕もやってますね。あ、本当ですか。言ってくれれば全然、あの、フォロワー増えますか。増え、まあ、増えると思います。10人ぐらいは。いただきます、カップ。はい、ちょっと見せてくれる。あ、いいですか。すげえ。家庭教師の息子、あれ、なんか見たことあるかも。僕一回バズりましたね、一回だけ。あれ、 TikTok やってます。 TikTok はこれの名前ではやってないです。あ、本当ですか。家庭教師の息子で電木持って帰ったらバズりました。みんなちょっとフォローしてあげて、これ俺の力見せてあげて、ちょっと電木持って帰る、いいね。パワーワードすぎ。これ七瀬くん、訳ありデカリツイートしてるけど、お願いします。すごいな。いや、金持ちの息子さんではない、家庭教師の息子ね。そう、1121でスタートなんでね。どんくらい増えんだろう。これもついっすよ。あ、いいっすか。この時間で1000人ってすごいすごいね。ちょっと押して、ちょっと力見せて、リスナーさん。
アットマーク07、スターの方と 25N ね。いや、今時ホスト SNS やった方がいいですよね。うん、絶対やった方がいいですよ。僕が去年でも初回とかつかないんで、プレイヤーだったら。はいはい。去年とかもインスタかツイッターでしか来てないんですよ。あ、すいません、15人ちょっとずつしか増えない。10、そんな増えたっすか。全然もうすいません、恥ずかしい。あー、40人来た。これ増えてるよ、リスナーさん。ちょっとずつ増えてるよ。スワイプしてる。3人ずつ増えてる。すごいな。あー、でも1200行きたかったな、リスナーさん。ダメか、1200。あと53人、いけるだろこれ。お、来たよこれ50人。お、47行くよこれ。あと46人いっちゃおう、もうこれ1200いこう。ほんとに増えてる。すげえ。増やしていくよこれ。これ来るか。そう、ナイス押してくれてるからね、これ。お、増えてるか。いいよ、あと38人で1200いくよこれ。来るかーい。刻むよね。もうステアカでもいいよこれ。ステアカでも。魔法の言葉使え。相沢浩樹さんが嫌いな人、この家庭教師の息子さんにフォローしてあげてください、これ。お、増えてるこれ。魔法の言葉すぎるわこれ。フォローバックしてもらえる？します。本当ですか？します。しないです。なんで払ってるんですか。します。来るよ。あと24人いけるか。止まっちゃったこれ。24人来るか。おい、2人減っちゃってるよ。おい、減るな減るな。お願いします。いや、ありがとうございます。リスナーさんの力すごいですね。減ったり増えたりだこれ。あと4。うわ、すっげえ。すいません、ちょっと力不足で50人ぐらいしかいなかった。すいません。すげえ。減らしちゃダメでしょ、リスナーさん。増やさないと。恥かかせやがって俺に。1200人いかないと。なんか SNS やってるんです？ちょっとこの TikTok いいっすか、映しちゃっても。これ、おお、これアスカくんの TikTok で、はい、これお願いします。ちょっと TikTok やってる、ちょっとジジババが多くて。嬉しいですよ、見ていただけたら。一応僕会社在籍してて、ゼロワンさんの部下なんですよ。あ、そうなんですね。だからゼロワンさんとは友達で、はいはいはい、あ、知ってますか。あ、知ってる知ってる知ってる。あ、目の色が変わってる、これゼロワンって話題出して。そこの匂いがしたんで。昨日投票ランキング1位ですよ。すごいですね。知ってるよ。あ、やっぱはい、生放送で知ったって感じですか。あ、いや、なんかもともと僕知り合いがふわっちやってて。あ、そうなんですね。してる前の知り合いなんですけど。ええ、はい、女の子でやってる子がいて。ええ、すいません、ナイス。フォロワー一人しか増えない。あー、もういいっすよ。ごめんなさい。ツイッターやってる人が多いんですか。そう、あんまやってなさそうですよね。あ、インスタやってます、インスタ。インスタ見せてくれれば、はい、マジか。はい、全然違う SNS。それはそれでね、面白い。インスタこそやってないかもね、リスナーさんは。でも、あ、ほんと。まあでもお願いします。せっかくなんで、これ僕の家なんで。じゃあマジェスティヤマトです。アンダーバー、マジェスティアンダーバー。かっこいいな、ヤマト君。絶対売れるよね。あらす。え、どれぐらいなんですか、ホスト歴は。僕1年ぐらいですね。あ、じゃあもう新人さんだと。新人さん、新人ですね。あ、そうなんです。新人ぐらいです。
もうちょっとで。若いんですか？まあ24歳ですね。若い。マジェスティのアンダーバー山です。まだ1年は新人扱いなんですね。全然新人です。ああ。からどこから来たんですか？北海道から来ました。北海道じゃ多いんですね。多いんですよ。北海道から来る人やっぱ北海道のホストもやっててみたいな。あ、北海道ではやってなかったんですよ。キャッチやってました。あ、マジですか。はい、すごい。これすいません、フォローしちゃるもゼロ人。すいません、インスタ誰もやってなくて。増えました。本当ですか？すごい、すいません、ジジイババが多くてインスタ疎くて。ごめんなさい。すごいすごいよ、5人増えたよ。お、すごいよ、すごいよ。あ、ヤマト君ねえ、今すごい、ジジババで悪かった、すいません。なんだよ、冗談ですよ、ええ、ジョークです。すごい、すごい、すごいな。だからまあホスト行きたい方はね、行ってあげてください。もうホストね。え、じゃあ何時に行くんですか？3時に行く。絶対間に合います、僕。絶対間に合わないです。3時に帰ってきたら早くじゃん。何ですか？何が？掃除と洗濯をしないといけなくて、今日まだ掃除、はい、服なくて。そうなんだ、掃除じゃん。パンツなくて、あと靴下もなくて、うん、洗濯しないと。何時ぐらい帰ってきます？え、30分です。30分で行く。30分で着く。あ、そうなんですか？うん、こう1時間しかかかんない。オッケーっす。あれ、あれっすか、混んでない。高速が雨だから今日。オッケーっす。シャワーだけ浴びればいいやん、今。オッケーっす。えラーメン食べながら浴びない。オッケーっす、うん、見ちゃいます。オッケーです。意味わかんないけど。僕もついてってもいい？空港ですか？あ、そっか、空港です。すいません、じゃあやっぱやめておきます。どこ行くの忘れてました。すいません。あ、空港か。空港やばいですね。歯磨きして。3人で、じゃあ、もうお迎えみたいな感じです。うん。でもここの寮に連れてくるってか。すごくない？こう寮入るとしても、そのやるってことでもう貸してあげるって感じじゃない？そうですね。それが前提だと。結構割りかし新宿なんで家賃が高いんで。あ、そっか。ちょっとまあまあ寮費も頑張っていただかないって感じです。逃げ出す人もいるんじゃないですか？いますよ。そういう人はどう追いかけるんですか？いや、そんなことは配信ではなかなか。ああ、そう、裏の話なんですよ。すごい。7人ぐらいフォロワー増えたんですね。7人、インスタちょっと。すごい、でも。もう結構これ。すごいな。追いかける。いや、もう、ホストの世界はディープだからね。見てみたいね、働いてるとことか。まあ時間も時間だから、ちょっとじゃあ俺行きますわ。本当ですか？はい、すいません、なんか全然あればここトントントン。いいんですか？いいですよ。山田くんいいんです？3回いいですか？ちょっとちょっと家できました、新宿で。これガチで来ますよ俺。3回かけてください。3回。はい、女いても気にしませんからね俺。100人くらいあげよう。100人くらい。ええー、あ、撮りますか？あ、いいか。ありがとうございます。うん、すいません、すいません。あかん。俺といらん小銭たち持っていきます。え、いいんですか？いただいちゃって。うわあ。大ちゃん。結構あるこれ、1000円あるよこれ。ありがとうございます。頑張ってください、また。すいません。ごぜ。絶対おい、ジュース買えないよ。ありがとうございました。ほんと多いね。そうなんですよ、たくさんあって。もう結果もかわいい。すいません、またよろしくお願いします。お願いします。またありがとうございます。バイバイ。すいません。
頑張っていいね。はい。バイバイ。気をつけてね。すごいね、これ。ドアも。ねえ、ガンガンやで、ガンガン。1000円ぐらいもらったよ。カップ麺、いや、お腹空いてなかった。全然。ちょっと怖い看板が。いや、こんなことあるんだよ。これマジで案件でも何でもないよ。雨降っててうざいなと思って待ってたら声かけられたから。こんなことあるんだね。じゃあ俺もびっくりしてるよ。でも俺の理想は女の子が「あパルパル知ってる」っつってこうマンション入ってくる「じゃあ言っていい？」っていう展開がよかった。わがままを言うと「ああすいません、あっ一回あっすいません、申し訳ないです」ありがとうございます。あ、僕あの濡れても大丈夫な男なんで。ありがとうございます。今からどっか行くんですか。いや、いい。僕あのさっきホームレスやっててホストの家行かせてもらったんですよ。そうなんですよ。ホームレス来たの。そうなんですよ。お家とか行っちゃダメですよね。そうですね。あ、すいません、お願いします。申し訳ないです。ありがとうございます。ダメか、言えばさすがに。いや、すごい雨強くなってるわ。やばい。すごい雨が。これ、このまま歩いてるとびしょ濡れ舞台になる。いやー、もうちょっと暖取って晴れるまでやっとけばよかったな。ね、いい人だったホストもね。ちょっとダメだ、どっか男子しのぐ。どこ行くの。いや、ちょっと男子しのぐ場所見つける。あそこだな。今日一日中雨って言ってた。マジ勘弁してよ。もうタクシー拾おうかな。もうタクシー拾っちゃうから。ここでちょっと男子しのぐ。はあ、オッケー。危ない危ない。よいしょ。あー疲れた。いやー、マジで。マネージャー続投って言ってる。嘘。ちょっと見よっかな。じゃあちょっとほら放送終わって、もう雨だから今日放送外配信できないよ。やろうと思ったけど枠終わります。ちょっと、はい、またね。みんなナイス、ありがとうね。お疲れ様でした。舐めてません。お疲れ。パルパル、バイバーイ。